こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は左手って動きにくいなっていう話をしたいと思います。特にフルートの高音域、3オクターブ目の指っていうのが、右手と左手のコンビネーションで変わってきます。1オクターブ目、2オクターブ目は、こう、順列に従ってね、指が、穴が開いていけば、ドレミファソ、で、ソファミレドっていうふうに塞いでいけば、っていうふうにしてな、順列通りなんですけど、大体。でも3オクターブ目って結構変わりますので、ここの時にですね、やっぱり左手のこのコンビネーション、組み合わせがややこしくなってくるのに、この動きにくいこの左手をどうにかしたいっていうことで、やっぱ左手の強化が結構やっぱり指運びテクニックにつながってくる、特に3オクターブ目ね、つながってくるんじゃないかなっていうお話です。大体ね、左手の指っていうのが浮き帳になるので、これはもうトレーニングしかないんですね。で、マッスルメモリーって私言ってるんですけれども、それを鍛えるしかないので、毎日まあ、10分、15分でもいいから、3オクターブ目のね、コンビネーション、組み合わせをいろいろ変えて練習していくのが大事かなと思います。で、そうやって一つ、一本一本の指をこう独立させて、動くようにしておくのがいいんじゃないかなと思います。どんなね、練習教材を使えばいいですかっていうこともあると思うんですけど、私はもうそんな、教材とか関係なく、もう自分で、考えうるコンビネーションを、練習していますね。まあ、最初は2音感から始めていいと思います。例えば、3オクターブ目の、G と A、ソートラ。ここがちょっとクラムジーなんていうの、不吉祥だから。ここが上がるのが遅いとか。もうちょっと近くにして、これでいいまあ、2音間のコンビネーションですよね。今私がやったみたいに。フィス、ギス、F シャープ、G シャープとか、もしくは F、G シャープとか。で、2音間から3つの音のコンビネーションとか、4つの音のコンビネーション。
とにかくこの左手を鍛えるためにいじめまくるっていうか、で、私の理想は、この指一本一本の間が少し空いてることなんですよ。で、私こういうふうに詰まっちゃう、こう、なんていうの、こう、くにょっとしたような手になってると、やっぱりなかなか一つ一本一本の指がね、動かないと思うので、ちょっとこの隙間が空いて、ゆっくりから下ろすのと小指が下りるのと人差し指が上がるのが同時に行われないとってなると間に微分音みたいな音が入っちゃうからとにかく左手をの高音域3オクターブ目はコンビネーションでいろいろ変わるのでそれを使って左手をいじめ倒す。で今私こうやって音を出して練習してるますけれども音を出さなくても練習できますね、こう肩にフルートなんか置いてラーラーシ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 ーゆっくりねゆっくりとにかくゆっくりすべての音が指が同時に上がって下がって上がって下がってるかっていうのを自分の目で吹かないことによって肩に当てることによって見えますのでこれもすごい大事な練習だから夜中っていうかまあ、音が出せない時とかねそういう時に練習するのはこれはすごい有効だと思います。これもすごい有効です。実際音が出してなくてもマッスルメモリーだけでも鍛えられますのでその時に私はこの左手がくにゅってならないようにくっつかないように一本一本の指がこう独立してるように、まあ、ちょっと今私早くやってますけどとにかくゆっくりのコンビネーションを何でも考えてフィスギスフィスギス F G F G F G か F G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  EE, F, E, F, E, F, A, F, A, F. まあ私は大体そうだな。フィス、F シャープからギスとか、F シャープ、F シャープから何かとか、F シャープを経由してっていうのが、ちょっとなんか自分的にね、人によって違うと思いますけれども、私のこの左手が不吉祥さんなので、ここを使う、薬指、左手の、そこを使う音をちょっと中心にやったりとかしてます。F とかね。同時に上げて同時に下ろす。とにかくこの左手をいじめる時間っていうのを毎日、まあ、10分でも15分でも作ってですねやってれば絶対マッスルメモリー鍛えられると思いますので3オクターブ目のね運指を使って左手を鍛えてあげるっていうことが、大事なんじゃないかなと思います。私の理想は、ここが、くにょっとこう、こんな風にならないで、ちょっとこう隙間が空いてね、ちゃんと一本一本の指が独立するっていう風にして、そういうことをちょっと気をつけながら、意識しながら、鏡を見ながらでもいいし、音を出せるときはですね、音を出せない時間帯になると、自分の肩にフルート置いていただいて、こうやって見て、左手がちゃんと動いてるかな、右手との連携はどうかな、同時に下ろしてあげてっていうことができているかな、キーからあまり指が離れすぎていないかな、まあ、意識することね、たくさんあるんですけれども、ちょっとまあそう、一つ一つ気をつけていただいて、決して早くやる必要はないです。今私デモンストレーションでもしかしたら早くやってしまったかもしれないんですけれども、とにかくゆっくり。
ずつ動いてきたなと思うと、少しずつ、少しテンポを速くする。で、そのテンポのまま、少し速くしたテンポのままステイする。キープして。まあ、いろんなコンビネーション、楽譜があるとかではなく、まあ自分で思いつく限りのコンビネーションで左手をトレーニングしてあげてください。ね。これは私も本当にもう自分の左手が嫌になっちゃうぐらい不器用なんですけれどもね、不器用さんなんですけども、まあ右利きっていうのもあるかもしれないんで、視聴者さんの中で私左利きっていう人左手、やっぱ右の方が動きにくいよっていう人はね、コメントください。教えてください。やっぱり意識して3オクターブ目を練習、3オクターブ目のフィンガリングを、運指を使ってね、練習したら、やっぱり左手のこの不器用さっていうのが改善されるし、マッスルメモリーが鍛えられると思うので、やっぱりフルートね、2オクターブだけじゃなくて3オクターブ目も大活躍しますので、スケールがね、1オクターブ目から2オクターブ目までは、スムーズにいくけれども、3オクターブ目だったらなんか指がぐちゃってなるっていう人は、ぜひ、なんていうのか、パーツごとに練習してみてください。2音間の、指ですね。それから始めて2音間から3音、4つの音っていう風にして、ちょっとグルーピングしてあげて練習してあげるといいかなと思います。私もしばらくね、ちょっと、ここの練習をあんまりやってなかったから、今日からまた2週間、3ヶ月やってみたいなと思います。今日もご覧いただきありがとうございました。わからないことがあれば下のコメント欄にお声を聞かせてください。それではまた次回。